今日はですね、あの主役あかねちゃん役を演じました、安藤聖さんからメッセージが届いております。さあ会場にお越しの皆さん、今は出ない、映画ラブクラフトガールで小倉あかね役を演じました安藤聖です。こんばんは私が演じました小倉あかねちゃんという女の子は、まあ、デザイナーという言葉にだけ食いつき、ラブクラフト社に入社してしまったっていうところから始まるんですけど、まあその会社の中でいろんな人と出会ったり、いろんな仕事を経験していってっていう、あかねちゃんの成長物語なのかな、そのあかねちゃんを演じました本当に全部びっくりしたんですけど、中でもやっぱり、まあ、ラブウサギですかね、このラブウサギですかね、これは一体何に使うんだ、どうやって使うんだっていうことを現場でも共演者の皆さんと話し合ってしまったぐらいびっくりしたんですけど、監督が初日とその撮影のクランクアップの日までの1週間の間で、なんかもうどんどん痩せこけてっちゃってそれが衝撃的でした。もうね、顔中のね水分とか体中の水分が全部失われてっちゃってあ、ご苦労様ですっていう感じでしたね。あの、私たちはみんなで仲良く和気あいあいとすごく楽しく、でも真面目にやらせていただきましたあ、ペアンヌさん、お元気でしょうかって言っても、なんかつい最近もどこかでお会いした気がするんですけど、あのきっとペアンヌさんのその語り口調に会場中の皆さんが魅了されてることだと思いますあの引き続き会場を盛り上げてってください。仕事とか恋愛のことでいろいろ悩みとか苦しみって誰しも持ってると思うんですけど、そんな苦しみを持ちながらも今を楽しく頑張る女性の皆さんと、まあ、共感できる映画になったと思います。で、男性の皆さんには本当にこうエネルギッシュでパワフルな働く女性たちの姿っていうのを存分に楽しんでいただける作品になったと思います。あの劇場でたくさん笑顔になっていただけたらなと思います、ぜひ劇場にお越しくださいイベント楽しんでください大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。安藤聖さんからのメッセージでした。今あったように平林監督とペヤンヌさんも安藤聖さんを演出された経験があるみたいなんですが、はい、安藤さんの役者としての魅力教えていただけますか。私あのブスカイっていう劇団をやってまして、はい、そこに安藤聖ちゃん以前出ていただいたんですけど、なんかあのすごい清潔感がある女優さんだなっていうのがまずあって、はい、結構そのブスカイっていう劇団は女性のドロドロとしたところとか、割と、まあ、私が AV 監督をやってるので AV を題材にした芝居とかもやったりしてるんですけど、はい、あ、せいちゃんはそういうのが似合わないなっていうのがすごいあってAV 業界で勤めてる人みたいな役はなんか違うなみたいなところがあって、はい、で割となんだろうな、なんか曲がったことが嫌いな強い女性みたいな、そういう役をよく、まあ、私がやった時にはやってもらったりしてたんですけど、本当なんか何をやってもいい意味でエロくないみたいな女優さんなんですね。だから今回の役すごいぴったりだなと思って、こういかにもバイブを作ってそうな人だと全然違うじゃないですか、はい、
あのそういう会社に入らなそうな子が知らずに入って、うんうん、こんなの無理みたいな言いながら頑張るみたいな役がすごいぴったりだなと思いました。確かに。このキャスティングは監督がされたんですか。いや私の以前にもキャスティングのプロデューサーの方がいて、うん、もう本当にピタッとハマった方を、うん、もう選んでいただいて、本当に私はそれにちょっと乗っかったっていう感じですね、うん、でも本当に選んでいただいて皆さんハマってたし、うんまあ、特に安藤さんもね可愛らしいんですけど本当に、はい、男っぽいというか ね、 そうですね、なんか本当にパンと反応が返ってくるし、うんうん、男気が、うん、なんか兄貴って感じですよね、どっちかというと。そうですね、そうですね、うん、すごい良かったです。現場でも引っ張っていってくれたし、うんはい、広林監督は今回が初めて。はい、今回が初めてでした、うん、でもさっき言われてましたよね、撮影がまず1週間ということにもびっくりしたんですけど、びっくりしました。この映画撮るのに1週間でびっくりして、はい、なおかつ今聞いてたら、はい、監督はシワシワにどんどんなってたっていう。そうですね、監督っていう職業は大体皆さんそうだと思って大体もうなんかもう飯も食わずに考え事してたりとか、だん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 私の場合は筋肉がそこ落ちてくるんですけど、うん、せいちゃんがなんか嬉しそうな顔で見てましたね。まあ、そういう監督ってそういうもんです。あ、そうなんですね。勉強になったね。勉強になりました、うん、最後にもう少しでお時間なんですけど、うん、あの映画の見どころ教えてください。あ、私からじゃあ、はい、この映画はあの、まあ、アダルトグッズ、ラブグッズというのを、題材としている映画なんですけども、働いている女性に、まあ、男の私が言うのは何なんですけども、あの見てもらいたいなと思っています。で男性も、隣にいる彼女が男の自分と同じように会社でも悩んでたりとか、仕事に対して真面目に取り組んでたりとかっていうのをあの分かってあげつつ、お互いに、そういう話がちょっとでもできる映画になれればなと思っています。ぜひ映画館に足を運んでいただければなと思います。よろしくお願いします。半兵衛さんお願いします。そうですね、先ほどもちょっとお話があったんですけど、私のやらせていただいたあの純という役は見てくださってるお客さんと同じような目線の役かなというふうに思います。で、そうですね、私もその役でいろんな悩みを抱えて、親友だからこそ言えなかったりっていうこともあるんですけど、その茜が頑張って働く姿とかそういうのを見て、なんか私もちょっと悩みを打ち明けてみたりとか、私も頑張ってみようかなっていう、やっぱ一生懸命やると、まあ、何でも伝わるなっていうか、自分も一生懸命頑張ろうっていう気持ちになれる作品だと思いますので、ぜひ、はい、劇場に足を運んでやるぞっていう気持ちになっていただけたら嬉しいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。カタリさんお願いします。こちら映画はあのラブグッズを扱ってますけど、それを通してあの一人の女の子であったり、それを取り巻くあの周りの会社の人たちだったりとか、すごくあの個性豊かな方が、あの千葉雅子さんとか木の花さんとか出てらっしゃって、すごくあの面白い作品になっているので、ぜひ劇場で見てご覧ください。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。映画ラブクラフトガールは11月22日渋谷のヒューマントラストシネマ渋谷にて公開されますので、ぜひ皆さん足を運んで見てみてください。以上です。ありがとうございました。ありがとうございます。ゲストの平林監督、羽鳥奈美子さん、神戸明子さん、どうもありがとうございました。よろしくお願いします。